無教室に備え付けられたダミーヘッドバイノーラル録音とは、ステレオ録音方式の一つで、人間の頭部やその音響効果を再現するダミーヘッドやシミュレーターなどを利用して、鼓膜に届く状態で音を記録することで、ステレオヘッドフォンやステレオイヤホン等で聴取すると、あたかもその場に居合わせたかのような臨場感を再現できるという方式である。人間が音を聞くときには、 音源から左右の耳に直接届く音波だけでなく自分自身の耳タブや体の各部によって複雑に解説、反射した音波も合わせて聞いていてそれらによって音源の位置などを知覚していると考えられるこれらの音波をすべてそのまま記録したものを左右の耳にステレオヘッドホンで聞けば録音時と同じ音情を感じられるというのがバイノーラル録音の原理である バイノーラル録音の基本的な方法は、実物大の人形の外自動入り口にマイクロフォンを埋め込んで録音する方法で、頭部及び肩口までを再現したダミーヘッドと呼ばれるものがよく用いられる。バイノーラル録音から再生により、臨場感が得られるのは、人体各部で音波が解説や反射をすることにより干渉が生じ、単に左右の耳と音源間の距離から来る。 音量差と時間差のみにとどまらず、周波数特性にも特徴的な影響を与えるからである。この特徴は人体各部の寸法形状と音源の位置との関係によって定まり、これを数式化したものが HRTF である。HRTF は周囲の音響特性や人体各部寸法形状の個人差に依存するが前者については拡散音場や自由音場で標準化するのが、 通例であり、後者については、8つの研究者やメーカーがその周波数特性の特徴を損なわないように多くの聴取者を可能な限り代表するように独自の工夫を重ねている。バイノーラル録音は、ラジオドラマや音楽アルバムなどに利用されている。ありがとうございます。